劇団アレンソールの栗田学です。よろしくお願いします。大崎夏樹です。よろしくお願いします。武藤健太です。よろしくお願いします。磯野大です。よろしくお願いいたします。いい人間って何だろうっていうところをね、4人で討論し合っていただくお話ですけれども、大阪は大阪でなんか、なんだろうね、個性がすごいね。確かに個性のチームだね。東京と違う、なんだろうな、テクニシャン的なチームテクニシャンチームですか。ドンがめちゃめちゃ飛び交いそうっていう。あー、そういう人嫌いだわー。一番やりそうだ。一番やりそうだ。テクニックだし、そういう感じのチームの気がしてて、今すごい楽しい。毎日の作ってるので、はい、そういうのが出てくるといいなと思います。そうですね、まあ、やっぱり全編アドリブっていうところで、まあ、もちろんその作っていく段階でアドリブを、まあ、鈴木真美さんがいろいろ道筋を立ててくださって、そこにまあ、きっかけっていうのは必ずあるんですけど、その中でやっぱり決められたアドリブをやっていくっていうものなんですけど、まあ、本当にね、頭をとにかく約1時間30分から2時間ぐらい常に使い続けるんですよ。もうやっぱりその稽古でも使うし、本番になったからといってそこでアドリブをやるために、お客さんのやっぱり空気ってその場その場でやっぱり毎度違うものですし、例えばじゃあ栗田さんの、例えばなんかおはようとかって言った言葉のニュアンスだって変わってくるので、その時にやっぱ感じたものを素直に出していかなきゃいけないので、本当に頭をフル回転しなきゃいけないし、で、まあ、去年よりはやっぱりまた新たな作品とかいろんな人たちに出会わせていただいて、あの新たな、なんていうんだろう、考え方とかも、まあ、いろいろこう自分の中に入れてきたつもりではあるので、まだ、ね、新しいまた素敵なこうしたメンバーが入ってくださっているので、劇団員だけじゃないところとかもなんか新たにこうさせていけたらいいなと思うし、で自分もいろいろこうまた得てきたものをまた真美さんにこうちょっとお渡ししてみて、じゃあこうしてみないっていうので作り上げていけたらいいなと思いながらちょっとやっていこうかなと思っております。2人にはちょっと伝えておきますけれども、本当に最初滑るんですよ。本当に滑る。そうね、そうね。そこから面白いものをどんどんこう精査していかないといけないから、あ、別にコメディというかお笑いのわけではないけど、お笑い要素としてね、うん、怖いです。なんで若干生まったんやん。いや、とかでやっぱね、トライアンドエラーって言うじゃないですか、うん、やっぱそれの繰り返しだなって、やっぱね、なんかお芝居やってると、ね、なんかここら辺でいいかみたいな、この辺で芝居しとけばいいかみたいな気持ちがね、たまに浮かんでくるんですけども、バカ野郎って何やねん。そうした、あれどうしたんすか。トライアンドエラーどうしたんや。トライアンドエラー気に入りすぎやろ。それやっぱね、いろいろトライしていかなきゃいけないから、なんかやっぱこういう、この待ってました、よろしくお願いします。楽しみなんや。なんですかね、もう第3とバブさんに関してはもう3回目なんで、共演はもうすごいなんかこう安心感っていうか、なんかもう自分が別に何も考えなくて、もうブワーってもう打ちまくっても全部こう返してくれるっていうか、っていう安心感があるので、もう自分はとにかくもう滑り倒しちゃおうっていう気持ち。大阪で、まあ、あとはもう2人も任せて美味しくしてくれると思います。どんだけ過信、そ、課題評価されすぎてて怖いんだよ。いや、でもさすがっすよ、マムさんは。え、久々に会ってやっぱりこうね、安心します。初めて会っても安心しましたね。何に安心しました。ほんまに俺はすごい緊張してるのよ、本当に。俺も人見知りなのよ、本当は。でもさっき、初めて話しかけてくださって、関西出身だよねって。僕、九州なんですよ。九州どこなんですか。熊本です。あ、そうで、俺熊本で、熊本ってなんか火山あったよなって思って、その話してたら、俺話してた、あの鹿児島の話で、全然そう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 、ずっと話が食い違うっていう。だから多分、俺だけなんですよ、この全員メンバーと顔見知りというか、もう共演したことがあるんで。確かに確かに。だからもう最初にせっかくなので会ってる人たちなので、もうガンガンに書き回してやろうかなと思って、ね、楽しみだよね。想像つく。アイさんの暴走が想像つく。もう第
と、まあ、マグは一回出てるから、なんかこう、いい意味で引っ張ってくれるかなとも思うし、でも、多分この二人って多分面白いじゃん。常にね。そう、なんか、多分、もうすごいね、大阪の東京もすごい楽しみで、なんか全然違うものができる気が今してる、本当に。